いくつかのアプリのアイコンを別の画面に移動させたい場合、別の方法で全てのアプリを一度に移動できます。一つ目のアイコンを押したまま違う指で他のアイコンをタップしましょう。これで OK。 全て選択できたので、あとは違う画面の他の部分に移動させるだけです。簡単ですよね。また全てのアプリケーションを迅速に閉じる方法もあります。多くの人は一つずつ上にスワイプしていると思いますが、あまりにも時間がかかってしまいます。スワイプするときに3本の指を使用すれば3倍早く実行できます。こうすれば一度に3つのタブがスワイプできるんです。自分のスマホを誰かに貸してあげることってありますよね。自分以外の人が電話をスクロールするのは恐ろしいと同時に恥ずかしいはず。このような時に使えるコツがあります。 iPhone にはアクセスガイド機能があり、有効にすると特定のアプリから出られなくなります。設定からアクセシビリティをクリックし、下にスクロールしてアクセスガイドを探しましょう。有効にしたらパスコードを設定します。 iPhone を取られてしまい、あなたの顔でロックを解除しようとしている人がいます。 Siri を使って言葉で顔認証 ID とタッチ ID をロックすることができるようです。英語で Siri に話しかけなくてはいけないようですが、どんなアプリも見た目を変えることができます。ショートカットを開いたらプラス記号を押し、下のパネルをタップしましょう。次にアプリを開くを追加し、選択を押したら非表示にしたいアプリを検索して選択します。もう一度タップしてホーム画面に追加し、名前を設定しアイコン画像を決めます。また写真の一部を非表示にすることもできます。非表示にしたい写真を開き、共有ボタンをタップしてから非表示をタップしましょう。非表示のアルバムを見つけるには写真、アルバムの順にタップし、ユーティリティの下までスクロールします。ここに非表示のアルバムがあります。そのため完全に隠れているとは言えません。非表示のアルバムを出てこないようにする方法もあります。設定、写真の順にタップし、スクロールして非表示のアルバムモードをオフにします。オンにすれば元に戻ります。また写真にキャプションを追加できる可能性もあります。これを使うと必要な写真を見つけるために全ての写真をスクロールする必要がなくなります。例えば友達の住所の写真があるときは、写真を開いて上にスワイプし、キャプションを追加フィールドを表示させ、アドレスなどのキーワードを入力し完了をタップします。後で必要になった場合は全ての写真を下にスクロールする代わりに検索フィールドに移動してアドレスと入力すると、写真がポップアップ表示されます。写真はどのアプリにもドラッグ&ドロップができます。選んでタップしたら押し続けましょう。そのまま違う指で送信したい別のアプリに移動し、そこに落とします。ライブ写真を壁紙として設定できます。好きな写真を選び、共有ボタンをクリックしたら、下にスクロールして壁紙として使用を押しましょう。ライブ写真はロック画面の壁紙としてのみセットできます。スマホ画面に写っている写真を見てみましょう。タップして長押しすると動き出します。特定のアプリを友達に見せるためにホーム画面のスクリーンショットを撮ったとしましょう。単純にスクリーンショットを作成する場合は、メッセージでどの行にあるかを指定する必要があります。これはもう必要ありません。スクリーンショットを撮ったらタップしましょう。編集モードになるのでプラスボタンを押し、拡大鏡をタップします。この機能は写真に拡大円を追加してくれるので、特定のスペースにズームインできます。スクリーンショットの特定のものを拡大するのは、サイズとズームインまたはズームアウトの程度を調整するだけで可能です。サファリでは画面上に写されている部分だけではなく、ページ全体のスクリーンショットを一度に作成できます。通常のスクリーンショットを取り、タップして編集モードに移動します。トップパネルでフルページオプションを選択しましょう。一部だけ必要な場合はトリミングを選択することもできますが、複数のスクリーンショットを作成する必要がなくなるため、間違いなく便利です。YouTube の動画や Instagram の写真をスクロールし、下の方までたどり着いたとします。この時、トップに戻るためには、もう一度上に上がる必要はありません。左上の時間をタップすれば、自動的に一番上に移動できます。音楽やポッドキャストで眠りにつきたい場合は、一晩中再生し続けないようにタイマーを設定する方法があります。これを行うには時計に移動しタイマーを選びます。
時間を設定したらタイマー終了時オプションを押しましょう。下の方までスクロールするとそこに再生停止ボタンがあります。押したら完了をタップしてください。設定した時間が経過すると音楽は自動的に止まります。 iMessage には新しい機能があります。特定のメッセージにMe文字で返信したい場合は選択してメッセージにドラッグしましょう。好きな場所に配置ができ、相手も見れます。メッセージを送信するときは送信ボタンを長押ししましょう。さまざまなアニメーションの中から好きなものを選んで送信できます。左にスワイプすればその選択肢が見られます。そして好きなように送ることができるんです。入力したメッセージを削除したい場合は電話を振りましょう。気が変わって元に戻したい場合はもう一度振ってください。もう一つのタイピングのコツとして数字の使用があります。多くの人は数字を入力するとき 1,2,3 と入力して記号メニューに移動し、数字を選択してから ABC をタップして戻りますよね。これはかなり厄介で、実際にはこれを行う必要はありません。代わりに 1,2,3 メニューを押し続けてください。数字が表示されるので必要な桁に向かって指を動かします。指を離すとテキストメニューに戻り、入力を続けることができます。なんと絵文字の色を変更することもできます。設定、ユーザー補助の順にタップし、表示とテキストサイズを選択してからカラーフィルターをクリックしてオンにします。カラーフィルターの一つを選択すると絵文字を含むデバイスの色の外観が完全に変わります。現在地を素早く保存する方法があります。これは車を駐車して後で見つける必要がある場合に非常に便利です。数回タップするだけで保存できるので、記録しておきたい場所に着いたら地図アイコンを長押しし、ポップアップしたメニューから現在地をマークを選択します。場所がピン止めされるので後でここに戻る方法がわかります。例えば本などの文章をスマホで入力した文章に変換できます。メモに移動したら中央にあるこのオプションを押しましょう。画面が2つに分かれます。必要な文章をスキャンするとメモ内に自動的に変換されます。誰もがおそらくスマホの横には電話や通知の音を切るミュートボタンがあることを知っていると思います。ミュート中にどうしても逃したくない電話がある場合は、その人だけのミュートを解除できます。連絡先に移動して相手を見つけ、編集をタップしたら緊急時は鳴らすモードをオンにします。これで電話がミュートされている場合でもこの人から電話がかかってきた場合は鳴ります。常に現在地を追跡しているアプリと使用中にのみ現在地を追跡するアプリがあります。不要なアプリの位置情報の許可をオフにして電池の節約をしましょう。また週に1回スマホを再起動すればラムに不要なデータが詰め込まれるのを防げるので電話の速度も改善されます。画面は常に 100% の明るさである必要はありません。明るさの調整が面倒くさい人は自動モードに切り替えましょう。もしくはずっと明るいとバッテリーを大量に消費するため少し下げてください。低電力モードを使用しましょう。アプリの実行速度は少し遅くなる可能性がありますが、スマートフォンの充電は早くなり、バッテリーの消費量は少なくなります。プッシュ通知をオフにしましょう。アプリの設定で不要なものをオフにできます。またスマホを長持ちさせるためにできる簡単なことがいくつかあります。まず過充電は避けましょう。これはスマホを加熱する可能性があり、長期的に考えると望ましくありません。また直射日光の当たる場所でも充電しないでください。そもそもスマホを直射日光にさらすこと自体 NG です。なるべく涼しい場所に置いておきましょう。充電中はスマホをいじらないようにするのも一つのコツです。スマホが充電しすぎてしまう可能性があります。最も重要なことは良いスマホケースを手に入れることです。新しい電話を入手する前に注文してください。最新世代のスマホを買ったばかりでケースがないとしましょう。あなたは突然つまずき、スマホが手から滑り落ちてしまいます。苦労して稼いだお金が無駄になりますよね。そうならないためにも箱から取り出したらすぐにケースに入れましょう。傷がつかないようにするためには保護フィルムも必要です。スマホが完全に壊れなかったとしても修理費を支払わなければならないかもしれません。安価なアダプターを使って充電しないようにしましょう。これはスマホのバッテリーにとって脅威です。
時間の経過とともに携帯電話の画面に汚れが付着しますが、これはポートも一緒です。充電ポート、マイク、スピーカーグリルの汚れを取り除くためにきちんと拭き取りましょう。